嘘は嫌いだな。悪かった。今度こそ正直に言おう。あれはお前たちから逃げる途中ヘリから落としたらしい。間の抜けた話だ。本当に？誓って。じゃあこれに誓ってよ。目的は何だ？母さんの力が必要なんだよ。リユニオンにはどうしても。リユニオン？母さんの細胞をもらった仲間が一箇所に集まるんだ。そして星に復讐するんだよ。準備は着々と進んでるけど、ほら誰かさんが母さんを隠しちゃったからさ。準備だと？成功。社長もよく知ってるよね。ライフストリームの中で母さんの遺伝子念が頑張ってるおかげなんだ。それなのに僕たちは母さんの居場所すら知らない。情けないけど仕方がないんだよ。僕たちは四年体だからさ、母さんを見つけて細胞を分けてもらうまで元通りにはなれない。思念と成婚だけじゃ足りないんだ。本当のリユニオンにはね。何の話だ社長。気づいてるんだろう。お前の分まで生きよう。そう決めたんだけどな。ソルジャーになりたいって？頑張れよ。おい、気分はどうだ？なあ、ミッドガルに着いたらお前どうする？友達だろ。おっさん、どこか岩陰で止めてくれ。ブラッド、降りるぞ。俺の誇りや夢全部やる。お前が俺の生きた証。あの時忘れないと誓った。でも俺は、悲しむふりはやめろ。怒りに震える演技も必要ない。なぜならクラウド、お前は人形だ。
遊ぼうか。そっか、嫌か。母さんは？あ？くせえ。なあ、母さんは？誰もいないわよ。じゃ、遊ぼう。こりゃ楽しみだ。ここじゃねえな。泣いてねえよ。わかった、連れてく。続きだ。さっきはごめん。ありがとう。うん。弟、もういないんだ。そっか。